幹線乗って行った先は旅だ。いざ V 字だっけ、 V 字だっけ、 V 字何？ついて気温がやっぱ違うね。いいねいいね。寒そう寒そう。超寒そう超寒そう。暑い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 。はい。本当だ。住もうと思ってた物件は別荘向きだそうです。ね。寒い。別荘ならおすすめって言われました。超強調してて別荘でしたらおすすめですと、うん、何回言われた？そう、10回ぐらい言われたね。でもなんとか住もうと思ってる私たち、ね、2年だしね。うん、あ、いっぱいあるよこっちにも。ちっちゃいところ大きいところやった方がいいよ。とりあえず最初そうだね、そうだね。しかもそう、内覧中ですって書いてある看板、いないって言って、うんうん、スタッフが少ないってことだね。今、受けそうになった？違う、これ、うん、だった。大体今これぐらいかなつって。まだ売らん方がいいな、うちの家があって。買ってくれ。貸してくれ。私は。クロマさんあり。状況を報告せよ。軽井沢はね、山の方の上の方でハードなところでランクルみたいな車が必要なエリアが一つと、もう一個は平地のこういう駅地下の周辺の平べったいところの、まあ、大体二分してる。で、高いところは結局寒くて標高も高くて車が必要ってことだと、二つ目がガスね、都市ガスじゃないからプロパンガスだから、だから結局ストーブの石油の光熱費とかそういうのもりもりマシマシで、大体都内の3倍ぐらいかかる光熱費が、石油やら、はい、6万ぐらいは月、冬の期間はオンされる家賃と暮らす。今角度が高いのはどんな物件ですか？あっちの壁が寒いけど、断熱はないけど窓が開けてて、ザ・軽井沢っていう感じの外観が素敵なところはある。だけど寒いっていうところが難点だね。寒いのと電気代ね。電気代とペット負荷の可能性が非常に高い。あと家具。家具。ピアノというギフトが。ピアノいらないよ。本当。家具ダメだったらそもそももうお家は住まないでしょ。家具だってどけられないって言われちゃったらね、もう、ね、住めないよね。そう。だからあのまま使ってくれって話。ここはどうですか。家具ないけど。そこの懸念は何ですか。場所。いや、ここはだからああいうデッキがないよってことよ。そもそもデッキはないよ、ここは。ああいうデッキはないよ。作ろうだからあんな開けた開口の感じじゃないよ。
これ家だよ普通の。だからでもう一個はデッキだよ、あるよここね。そこの懸念は何ですか。そこはペット着ないって言ったら担当は今いないから。そう、あとここも、家具、家具ここはないよね。ないここは、ここはどかせられる。とりあえずエロイズカフェのとこ行って、あとここも見れるんだったらもういいみたいな。現実的にはここかも、ぶっちゃけ。何をぶっちゃけたの。同じワンで床面積同じ広さ、あそこと、うん、でデッキっていう雰囲気は近いだけど、ここが開口でわーってオープンにはなってない。そこの違いあるんだよ。あそこはここはオープンだから、もう全部オープンじゃん。いやこれ普通の窓だって。普通の窓で自分じゃない。いや開けてはいないよってことよ。開けてるじゃん。ほなここ見に行けばいいんじゃない今。状況を報告せよ。3度ぐらいらしい今。軽井沢の紅葉に溶け込んでね。紅葉スタイルじゃない。ちょっと。あ、これ出てたかも。この右の400万で月額。左上に0ミリで、あ、違うわ。ピコンピコン。データがいっぱいなの。データがいっぱいなのね。ピコンピコンって光ってる。お仕事はかどりそう。うん、スペースこれぐらいで、ね、ちょっとお洋服こことこ置いて、うん、そんなにはっきり差は出ない、うん、あれぐらいは可愛いもんだよね許容範囲でした。そうだよね。そんな浮いてないよね。うんうん。周り家あるけど。全然この感じ好き。チャリにしそう。あそこ。あ、そうですか。すごい、ありがとうございます。
ここから見るとアルメンガでも全然いいよ。うん、あ、まあ、確かにメリハリあってね。あ、綺麗にしてるから良かったね。霜がいっぱいつくんですよね、冬場になると。家のさ、建物の外観的にはさっきの方が可愛い。うん、これもいいけど、うん、あの軽井沢感。はい、少々お待ちください。バレるやんけ。転出転居届。これ周りはちゃんとモザイクっぽくなるんだね、後ろは。ピントはここにあるでしょ。うん、だからだね。Vlog 用だからさ、うん、ちゃんとそうなってる。ゴーマルさん。エルワイン。ゴーマルさん。エルワイン。あれすごいよね、ブラッド・ピットの CM って。今思えば。覚えてる、めっちゃ覚えてる。で。箱札503番でお待ちのお客様。喋れるっていうのは整理することを言うからさ、情報。喋るだけなら武器を持ってない。こんにちは。ダメで疲れましょう。こんにちは。こんにちは。さらによ。こちらは香里さん、どこへやってきましたか。ないね、うん、これこれ書いてないか。ないんだよ、うん、帝国ホテルのダイナーです。ダイナー、うん、朝食、朝食に来ました。ブランチ、うんうん、結構来てるよね、裏ここに。何回ぐらい来ましたか。いや、もう今年は頻度高い時は週1回ぐらい来てたね。来てるんですよ。うん、よく来てる理由はこの帝国ホテルダイナーさん。何ですか。フレンチトースト。うん、フレンチトースト。いただきます。はい、これフレンチトースト通の香りをうならせた。通じゃない。ね。とりあえず美味しい。そうだね。胃もたれもしないしね。口当たりどう。口当たりやら何やら食感やら味やら。食レポがめちゃくちゃうまい。香里さん、どうでした。食レポうまくないわって。おいしい。とにかくおいしい。おすすめ、うん、朝からやってるしね。7時からやってるからね。そうだね、7時だね。ちょうどいい距離にあるし、うん、シンプルでおいしい、うん。食レポいい感じ、うん、上手。切ります。カフェとかちゃんとしたオフィスも事例がいっぱいあって。ピンピカピンになる。そうだから、ここね、あの小物もいいから良さそうなのピックしておいて当日まとめてみるって感じでした。でここ結構大きくて良さそうなのもあったよ。自分で描きたいけどさ、うん、それもいいと思う。あとで額買ってさ、うん、いいのでイメージができそうで良い、うん、そうそうそう、ここシンプルでセンスあるからイメージ湧くと思う。香りが好きそうな、これ8000円、うんね、しかもアカシアのちゃんとした綺麗、うん、これちゃんとした綺麗、この値段で出すってほんとすごいんだよ。確かに全部あるんですよ。
ラバーの紙を巻いてるだけだから木目調の。そう、それもセンサーだよね。まあ確かにサイトは。質問グラスね。確かに。うん、面白い、面白い、うん、そうだよ、左側入ったとこ、ちょっと待って、マスターボール、そう、マスターボール君だ。